紫平室オサルラケニアパーパーエルはサラセニアの一種で、この属では最も広範囲に分布する。太短い壺状の補注用をつける。多年生の双本で袋状の葉をつけ、虫がその中に落ちる落とし穴式の食虫植物。葉は円筒型で、まっすぐには立ち上がらず、斜め上に伸び、長さは3 0センチメートルほどで小道は5から1 0センチメートルになる。 灰色は緑に紫色が乗り、また網目状に紫の筋模様が入る。日当たりが悪いと紫が出にくい。筒状部は太い袋状で、腹側に幅広い翼がある。筒状部の先端にある蓋は大きいが直立しており、口を覆うようにはならない。蓋の形は人臓型、長さは2から5センチメートル。家計は高さ15から 70cm、花弁は 長さ3から6センチメートル、幅は1.5から2.5センチメートル、額は長さ2から4センチメートル、幅1.5から3.5センチメートル。花弁は中央が左右からくぼんだバイオリン型をしており、色は桃色から淡紅色、暗赤色,色などだが稀に黄色のものがある。和名は上記の通りだが、園芸面などで学名かな読みのさらせにアプルプレアも、 広く用いられる。ちなみに、英名はやたらに多く、情景のようなものが挙げられている。ちなみにピッチャープラントは、平氏相続一般の英名である。北アメリカの東岸全域、五大湖周辺から、北はカナダにまたがる、分布域を持ち、これはこの属の分布域としては最大である。本種はこの属のタイプ種であり、また分布も広く、変異も大きい。大まかには、 北方のものは小型で緑が強く、南方のものは大型で赤みが強いと言われる。以下の2ア種に分けられる場合がある。これらには、灰色が紫にならないものなどの品種も知られている。観葉植物として栽培される。特に本種はこの属の中では北方まで分布するもので、体寒性が強い。日本には、明治時代中頃にトライした。広く流通しているのは、上記のア種で言えば、 ssp, パーパーの型、つまり、北方系の系統である。園芸植物園芸植物大辞典、p1080 以下の記載は、園芸植物園芸植物大辞典、p1081、近藤、近藤 p102、近藤、近藤 p102、近藤、近藤 p102 田辺、p112 園芸植物園芸植物大辞典、p1080 田辺、p112 本ほか、 P94 度 EP22 ありがとうございます。